皆さんこんにちは、松村美恵です。もう日本では明日になっているんですけれども、今日こちらではとても特別な日だったので動画にしようと思います。今日は東日本大震災の式典にご招待いただいたので行ってきました。それがこのコリアデルリオという街です。長谷倉常なんかが伊達藩の命を受けてスペインに来た時に滞在していた街です。 なぜこの地球の日本から反対の小さな町で日本のために式典が行われるのか。それはこの時に日本に戻らないでこの地に残ることを決めたいくらかの侍たちの子孫がいる町だからなんです。彼らは名字をハポンさんというのに変えて今でも数百人のハポン生を名乗る人たちがいます。式が始まる前に急にスピーチを頼まれたので しゃべることになっったたんんでですすけれどもも他に日本人が誰も着てなかったんです、ね、なかねのでもうこの台からこうやってみんなを見た時に本当に誰も日本人がいなくておまけに私着物着て行ったので「日本を代表してこんな式典をしてくださって日本を応援してくださってありがとうございます」とお礼を述べさせていただきました。 本当にスペイン人ばっかりの中で私一人で日本人っていうのはすごく不思議な感覚でしたそれで皆さんすごく親身になって聞いてくださってこのハポンさんたちっていうのは日本につながりがあるってことをとっても誇りに思ってくださってるのでもう何とも不思議な感覚とすぐ私の家から近くですし そのつながりが奇跡みたいな感じで本当にに胸がいいっぱいになりましたこうやって応援してくださっていることあの人たちがいるということを日このあと目の前には長谷倉常長一行が海から上ってきた川があるのでそこに行ってみんなでお花を捧げました12年前に震災が起こった時もこちらで日本のためにチャリティーをコンサートをしたんですね。 その時にすごくたくさんのアーティストが集まって出演してくださったんですその時もも今日も感じたことがありますこうして日本のために集まってくださる人を見て一番力をもらっっていいるのは私じゃないかなかと思ったんですねもちろん私は日本の一部なんですけれども別に私が震災を受けたわけではないんですけれどもこうやって間に入って日本のために。 いろいろ皆さんがしてくださるのを見て一番力をもらっているのは私じゃないかなって思いましたなので今日こうやって招待していただいたことにとっても感謝していますというわけで今日はスペインからのご報告でした